皆さんこんにちは。日本維新の会衆議院議員の浅川義治です。ここは国会の議事堂の敷地内です。今後ろに映っているのが衆議院の委員会棟です。この委員会棟で4月の9日と18日に行われました安全保障委員会で今話題となっております横須賀基地の護衛艦いずもにドローンが接近して実写で撮影してた、それがネットに公開されていた、しかもそれが中国系の、アカウントで公開されていた問題、これについて、9日と18日に行われました委員会質疑の様子を動画で一本にまとめました。また今月5月13日月曜日の決算委員会でこの関連で私の方で質疑をする予定です。よろしくお願いします。3月の26日に中国の動画サイトに投稿された横須賀基地に、まあ、普段停泊していると思うんですけど護衛艦いずもの艦上をドローンで撮影したかのような、画像が流れて、まあ、ニュース等でも、分析されておりましたけれども、まあ、これについて、まあ、大臣が会見でもしかしたら、まあ、捏造されたものじゃないかということを言われて私も、まあ、そうだろうなと正直言って当初思っておりました。ところが画像の解析の専門家あるいは軍事的な、知識のある方の、文春、これも今日ちょっと資料は配布できなくなっちゃったんですけども、まあ、文春オンラインで結構詳細検討されている中ではこれは本物の可能性が高いんじゃないかというふうに書かれているんですね。でこれについて、防衛省の方でこの動画について認識したのはいつでしょうか。まず今旧例大臣官房審議官お答え申し上げます。先生ご指摘の動画につきましては3月26日にインターネット上で投稿されたというふうに承知をしております。これについて防衛省として、把握をしたのはその、数日後ということになります。浅川さん、すみません、昨日質問調整の時にはその3月26日に、まあ、把握してたかのお伺いしたんですけども、まあ、今日4月9日で、まあ、2週間経っておりますけども、まあ、画像等分析しているということだったんですけど今日の時点であの画像が本物だったのか、捏造だったのかというのは結論は出てますでしょうか。今旧例大臣官房審議官お答え申し上げます。ご指摘の映像につきましては現在護衛艦出雲とされる艦艇と実際の艦艇との比較、さらに不自然な箇所の有無とさまざまな観点から現在防衛省で総合的に分析を進めているところでございます。特に近年国際社会におきまして偽情報の流布により他国の世論や意思決定に影響を及ぼすこと等を目的とする情報戦に焦点が当たる中本件につきましても悪意を持って加工捏造されたものである可能性を含めて慎重に分析が必要だというふうに考えておりますのでそういった点をご理解いただければというふうに思っております。浅川さん、まあ、まだ2週間近く経っても分かっていないということなんですけどこれもし本物のドローンが出雲の上を取ってたらこれは今の基地警備としては把握できるんでしょうか。防衛省田中統合幕僚監部総括官お答えを申し上げます。ご指摘の海事横須賀地区でございますけれども小型無人機等飛行禁止法に基づきまして管理者の許可なくドローン等を飛行させることが禁止される対象防衛関係施設ということで指定をされてございます。したがいましてドローン等の飛行等につきましては平素から厳重に今機材等を用いまして監視を行ってございます。個別のドローンの飛行を覚知できるかどうかということでございますがこれにつきましては当方の能力にも関わることでございますので詳細についてはお答えを控えさせていただければと思っております。以上です。浅川さん、今日警察庁の方も来ていただいているかと思うんですけども首相官邸の上空にドローンが現れた場合その感知というのはできるんでしょうか。今村警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。首相官邸につきましては小型無人機等飛行禁止法に規定された対象施設であり、その敷地及び周辺地域の上空におけるドローンの飛行は施設管理者の同意がある場合等を除き一律に禁止されております。このため首相官邸の上空で違法なドローンが発見された場合、警察では操縦者を早期に発見し当該ドローンの退去を命ずるなどの措置命令を行うほか、急を要する場合には必要に応じドローン対処機材を活用してドローンによる危害を排除することとしております。委員長、浅川さん。いや、私がお伺いしたのは感知できるか探知できるかなんですよ。なんか事前のお話では装備があって、こういう、まあ、首相官邸だけじゃないですけどそういうドローンが飛んできた場合には分かるような、うん、備えがされてるって聞いたんですけど、それは答弁では出ますでしょうか。今村警備局警備運用部長。はい、お答えいたします。警察におきましては首相官邸をはじめ小型無人機等飛行禁止法に基づく対処施設におけるドローンによる危害を排除するためドローン対処機材を配備し必要な警戒警備を行っているところであります。ご指摘の首相官邸におきましても必要な警戒警備を行っているところでございます。浅川さん。まあ、なんか特別な、そうさっきそのアメリカが開発しているグレムリンとは違うと思うんですけれども、ドローンが飛んできたときに分かるようなものがあるって聞いたんですね。で、同じようなものが防衛省でもあるんじゃないかっていうふうに聞いたんですけど、この横須賀基地のところ、出雲の周辺、私もこの間、観光会で呼ばれて行ってきましたけど、そういうドローンが飛んできたときにすぐ対処できる、あるいは出雲自体が周辺に小型の無人機みたいなの飛んできたときに、自動的にセンサーで分かるような装置ってついてないんでしょうか。防衛省、田中統合幕僚監部総括官。お答えを申し上げます。先ほどご答弁申し上げましたとおり、海上の横須賀基地につきましては、はい、ドローン法での対象施設ということで指定をされております。従いまして私どもといたしましてはさまざまな手法を用いてですね、これに対して、探知それから必要な対応が取れるようなそういった手段というふうなことを構築しております。詳細につきましてはですね、我が方の対処能力ということに関わることでございますので、お答えを控えさせていただければと思っております。浅川さん、質問をまとめてください。はい、先ほど の立憲民主党の委員の時と同じだと思います。また次回ですね、この続きさせていただきたいと思いますので、木原大臣におかれましてはぜひ分析結果を得ていただきたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。前回の質問で UAP を探知する技術開発を米軍がしていると、グレムリンという装置だそうなんですけれども、まあ、それは別に UAP って何だか分からないもので飛行体に対してやるものなので、まあ、こういうレーダー技術が多分使われると思うんですね。まあ、イギリスも、まあ、この UAP 対策じゃないと思いますけど、こういう技術開発をしていく以上我が国もですね、まあ、こういうレーダー技術かそれ以外のものも含めて、最新の技術を取り入れてあるいは開発をしていくというところをですね、ぜひ心がけていただきたいと思います。で、前回ちょっと質問で、次回までにご回答お願いしますというふうにちょっとお話ししました。横須賀基地の出雲のドローンで撮影されたかのような動画についてですね、まあ、これも探知能力に関係するんですけれども、まあ、画像についての解析については、その後どうなりましたでしょうか。防衛省今久礼大臣官房審議官。お答え申し上げます。ご指摘の映像でございますけれども、現在護衛艦出雲とされる艦艇と実際の艦艇との比較、不自然な箇所の有無と様々な観点から総合的に分析を進めているところでございます。で、本件につきましてはその悪意のある加工を捏造されたものである可能性も含めて現在慎重に分析をしておるということをご理解いただければというふうに思います。浅川さん。前回の質問で、まあ、これ資料神奈川新聞の付けさせていただいたんですけれども、まあ、まず経緯からすると今月2日に大臣が会見で、まあ、このことについて触れられたんですが、
前回の質問でその26日に掲載されたけれども防衛省としては発見したのは数日後だったということなんですが、この画像を発見したのは防衛省の中のどの部署なんでしょうか。今旧例大臣官房審議官お答え申し上げます。画像につきましては3月26日に投稿されたということで我々としては認識をしたところでございますけれども、具体的などういうその防衛省の中でどこの部署がどういう分析をやっているのかということにつきましては、これは我が方のその情報収集能力を明らかにすることにもなりますので、お答えは差し控えたいというふうに思います。発見した部署はつまり誰が発見したのかということです。分析じゃなくて。今旧例大臣官房審議官。発見したといいますか、要するにその認知をしたということになりますけれども、その件につきましても我が方のその情報収集能力に関わるということで、この場ではお答えを差し控えたいと思います。浅川さん、はい。そしたらですね、この出雲の横須賀基地、当然監視カメラがあると思うんですが、この間そこまで聞きませんでしたけど、監視カメラの確認をしたのはいつでしょうか。防衛省田中統合幕僚監部総括官。はい、お答えをいたします。防衛省自衛隊といたしましては、ご指摘の監視カメラの設置も含めまして自衛隊の基地警備についてはしっかりと取り組んでいるところでございます。その上で、先般もご答弁申しましたが、横須賀地区につきましては小型無人機等飛行禁止法に基づきまして管理者の許可なくドローン等の飛行をさせることが禁止されている対象防衛関係施設ということで指定をされているところでございます。私どもとしましては、平素からドローン等の飛行につきまして、さまざまな手段で厳重に監視を行っておりますけれども、監視カメラのその撮像の状況を含めまして、個別のドローンの飛行を認知していたかどうか、いつ覚知したかということにつきましては、私どもの基地警備にかかる能力を明らかにする恐れがあるということで、お答えを差し控えさせていただきます。浅川さん、これ監視カメラに映ってたらその偽造された映像じゃないというのが一発で分かるじゃないですか。で、あの映像を見ると、ドローンの、甲板の上の方まで来ているわけですから、普段この出雲が停泊しているときに基地内の監視カメラでその出雲の少し上あたりまでを映像で監視してないということが分かっちゃったんじゃないですか。これいや、あったんだけど、このドローンかどうか分からないという可能性もゼロじゃないですけど、ドローンが飛んでいるのがカメラで捉えられたら、いや、これだって分かると思うんですよ、偽造じゃないって。で、カメラが捉えてたかどうか答えられないということは、捉えられてなかったっていうことになるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか、論理的に。田中統合幕僚幹部総括官。お答えを申し上げます。ご指摘の映像でございますけれども、先ほど答弁させていただきましたように、悪意を持って捏造されたものである可能性を含めて引き続き分析を行っている、そういう状況でございます。で、この件についてですね、詳細なその分析の手法、カメラを使っている、それからその撮像の状況がどう、そういったものにつきましては我が方 の、 その情報収集能力等を明らかにする恐れがあるということで、お答えを控えさせていただくことでございます。私が聞いたのは論理的に考えてどうかっていうことを聞いたんでしょ。時間稼ぎしないでくださいよ、答弁に。もうあと時間ないんで大臣お伺いしますけど、これ最終的に中国が偵察気球を飛ばしてきたんじゃないかっていう時と同じようにうやむやにするっていう可能性あるんですか。どっかで結論つける、つまり業務としてどこの部署がこの進捗管理をしているのか、今日はこの地点まで、画像を確認しました、業務日誌で確認するとかですね、誰がこれグリップしているのかって、時間だと思うんですけど、大臣どうでしょうか、その点について。これ結論出るんでしょうか。木原防衛大臣。まずその基地警備についてはですね、もう当然ながらそのカメラ等で監視をするのは当然だということであります。ただその
どの範囲とかですね、そういったことがあるので、今参考にもですね、まあ、躊躇しているんだと思いますが、そういったことで我々の能力が、あるいはその範囲が明らかになってくるんだということを思いますから、だから私はですね、私が指示をしたのは当然そのご指摘の映像の調査分析を進めろというと並行してですね、基地警備をですね、基地警備をさらに万全に期すようにという、これが大事だと思いますから、それは指示をしました。これは全基地に対してであります。そういった上で引き続きその分析を進めるとともに、基地警備能力の向上については普段に検討を行いながらですね、万全を期してまいります。で、公表分析結果、これを公表の定義比でありますけれども、まあ、国民の皆さんへの、 その情報提供の必要性というのは、まあ、十分これは踏まえないといけませんが、一方でその我が国のといいますか防衛省のその いわゆるその情報収集分析能力が明らかになるということも、これはさらにこの相手がそれをこう 上に行くといいますかね、我々の能力をこう超えていこうとする、そういう試みがあるでしょうし、まあ、類似 その事案の再発防止といった点も含めて総合的に勘案して、これ判断、私が判断していきたいと思っています。質疑の時間が来ています。まとめてください。はい、浅川さん、小泉進次郎委員長の足元でもありますし、私はすぐ隣の金沢区なんですね。これ国民の多くは結論を待っていると思いますので、ぜひ大臣近いうちにご判断いただけるようにお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございました。